Today, I feel I'm gonna win the big belt. The big belt and the trophies, because I love trophies. And just fight, it's KO, because I want to have the belt. I must have the belt. Otherwise, in the fight, bing, blah, 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 KO. Champion, for me. 僕の中ではもうみんなそのランカー上の上位の選手っていうのは技術的にも体力的にももう変わらないと思うんで、あとはもうその自分をどういうふうに追い詰めて、その防衛するなりダッシュタイトルを取るなりしていく気持ちの問題だと思うんで、だからその日その日の勝負だと。 一番怖いかもしれません。イルバート・アイブルです。現在のランキングは4位。しかし今回リングス無差別級王座タイトルマッチチャンピオンに挑戦であります。落ち着いたこの表情、今回のお客様高坂選手とは2勝1敗、こちらのアイブルがなんと勝ち越しております。まあTK高坂選手には不運なアクシデントもありましたが、白星は白星です。勝ちは勝ち。 ジャパン勢とはその高坂選手と戦ったのみ。今回ジャパン勢としては2人目の田村選手へ挑戦していきます。先のトーナメントでは準々決勝でダン・ヘンダーソンに敗れました。ヘンダーソンはその後優勝を飾っています。しかしそのヘンダーソンと互角の試合でありました。ギルバート・アイブルです。 ベルトの防衛戦になります。相手はやりづらい怖いイルバート・アイブル。どうこの相手を打ち負かしますでしょうか。田村清、いつもの儀式、リングに向かう前のこの儀式は同じ日であります。田村清、腰にはこのベルト、リングスを引っ張るものとしてこれは守らねばなりません。さあ気持ちは整いました。田村清、 ギルバート・アイブルです。田村清、ここで試合に決定いたしまして、
ファイティングネットワークリングス代表前田明による認定宣言を行います。認定宣言。第7試合、挑戦者ギルバート・アイブル対チャンピオン田村清。本試合をリングス無差別級王座タイトルマッチと認定いたします。2000年4月20日ファイティングネットワークリングス代表前田明。続きまして、リングス無差別級チャンピオンであります田村清選手より前田明代表にチャンピオンベルトを返還いたします。田村選手の腰から一時前田代表にベルトが戻りました。最後に両選手の国歌をお聞きいただきます。ご来場の皆様はご起立の上両国旗をご覧ください。どうぞご着席ください。本日のメインイベント、リングス無差別級王座タイトルマッチ2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー187センチ102キログラム、ランキング4位、リングスオランダ、ギルバート・アイブル。赤コーナー180センチ88.5キログラム、リングス無差別級チャンピオン、リングスジャパン、田村清。さあ、いよいよリングス無差別級王座タイトルマッチ、田村清対ギルバート・アイブルです。熊子さん、はい、どんな展開になりますかね。そうですね、まあ、ただのすごい心配なのがですね、はい、やはり田村選手、もう本当精神的にきつい試合がですね、もうずっと続いてますから ね、その辺はちょっと心配ではあるんですけどね。力抜けないって言ってますもんね。最後気をつけた方がいいですよ。さあ出てきた、右かいくぐった、おっと今度は来てた来てた来てた、乱射してきます、乱射してくる、いきなり行きます。相手の前に刺しちゃダメですね、田村さん。はいはいはい、はい、13.5 キロ差、はい、あのリーチも長いし膝も長いんで、そうですね、はい、ガード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 ちょっと右フックが入りましたね。テンプラタレース、そしてタックルいった、タックルいった、相手
の距離で高田ってはこれは非常に危ないものがあります、はい、こんなもんでいいだろうなと思ってもその距離だと短いんですよね、はい、ギルバートアイブルは左腕に KO リストをなんとタトゥーで刻んでいます。この田村もそれに加えるんだと言い放ちます。さあおお田村危ない危ない危ないところです。いやー随分深い距離行った田村殺しましたね。相手の懐に入りました。さあそのまま仕込んでいきます。首を取られていますがこれは受けましたね、はい、このまままずはここでまずは乗ればいいんですね、はい、まずはね相手を動かさないような状態にするのが一番いいです。はい、ですからマウントはやめた方がいいですね。あそうですか、はい、ほうほうほう、ハーフになってますけど、はい、ハーフガード、まずはハーフで、とりあえずここでまず相手をこう抑えた方がいいですね。あ、はい、それからじっくりマウントに入った方がいいです、はいはい、すぐに入るんじゃなくてじっくり入った方がいいですね。現在のこのリングスのトップとしましては当然きつい試合が強いられます。現在その真っ只中にいる田村清、プレッシャーも相当のものがかかっているはずです。まあ今日もちょっと話しましたけども、それはやっぱりちょっとどこかに言葉の端々に感じますもんね。そうですね、はい、体を横にしました。そしてボディへパンチ、これでプレッシャーをかけ続けて、はい、それで今乗ってましたね、はい、乗った小さいプレッシャーをかけながら攻撃をしていかないと、おっと一発で返す力はギルバートありますから、これあれですよ、イルカかシャチの上に乗ったあれですよ、助教師みたいな感じで跳ね上げられますよ、うっかりしますと脇は伸びてますよね。肘を当てました、首筋、このドンと跳ね上げるこのバネがものすごいんですよね、ギルバータイムはね、熊久保さん、田村選手にこのアイブル例えるのはどんな感じですか、はい、言葉で表現してくださいって言ったら、はい、何でしたっけ、動物的ですね、ですね、はい、まあ、本当その通りですよね、まさにね、その肉食獣のあの鋭いこう動き、それを彷彿させるそのギルバートアイブル、この筋肉の躍動感です。そうですね、またディフェンスもこれが本能のディフェンスですからね、抜けられました、膝危ないですよ、おーと膝距離を置きました、十分距離を置きます、右に、このギルバートハイブルの距離というのは随分広いし、何かこう、そうですね、広いかも狭いか、カウンター、流れ入ってくると、おっと、膝が非常に危ない、中に入っていくと、膝が危ます、もう一回、これはもう殺してます、大丈夫ですね、膝、非常としていきます、ですね、これはロープを使っていません、レフェリーが切りました、そして乗ってるんじゃないですか、これ、乗ってますよね、腕足、逆蹴り。速攻です。しっかり反応してますね、あついてきますよね、はい、早い攻撃で反応されるとちょっと田村さん、はいはい、まずはここでまず見た方がいいですね。あこのですねアイブルの凄さ、もの凄さというのは熊子さん、はい、高坂強戦で十分に我々見ましたもんね。そうですね、はい、おっと今田村さん起き上がりながら相手の腕を取って返すか、まあ、取れなかったらそのまま、うん、アーブロックに行こうとしたね。今アイブロック取ってますね。取ってますね。アーブロック取ってます。これはですね。ギルバーツ選手はアキレス取って、もし取れたらいいし、取れなかったらあのままブレイクになると思ってやったんでしょう。あ計算軸のあの攻撃。ね、はい、あ田村選手右目だいぶ張ってきましたね。そうですね。これ何が入りましたかね。膝じゃないですか。随分傷をつけています。この距離が一番、危ない距離。アッパー狙ってますよ。ただ入ってまいりました。タックルいった、タックルいった。はい、ここで、はい、これは大丈夫ですから、まずプレッシャーをかけ続けて、うん、そうするとまあ、ギルバース選手も疲れてきますからね。この状況は大丈夫なわけですね。大丈夫です。はい、首には入ってないです。はい、太い二の腕。ギルバートハイブル力も相当のものを持っています。ただこのプレッシャーをかけ続けないと、はい、徐々にギルバートのペースを持っていかれるんですよ。はい、お互い辛い状態にはあるんですけど、今抜けましたね。ギルバートハイブル左の二の腕、まあ、前腕部なんですが今サポーターがずれてきていますが見えませんが、ここにはタトゥー、はい、相手をノックアウトした数が今28入っています。29は田村だと、そう言わんばかりの笑みを見せました。前回の試合あれですね、KO系トーナメントの8日後ですね。田村選手は頭の中危ないですか、気のせいか、気のせいのようです、そう思いたいです。あしかしちょっとこの右目の腫れが気になります。パンチの後必ず膝きますからね、そうですね、膝は気をつけないですね。パンチくぐっても膝が上から下から上がってまいります。
膝ああ飛び入れ危ない。そしてラッシュします。ボディブロー、ボディブロキャッチしました。そしてタック切られる。切ってますね。スタンダップ、スタンダップ。田村は立てるのか。あ、立てますが、立てますが、もらってますよね。ただ、はい、ギルバートここからあの長身のラスト、長身のラスト、長身のラスト、はい、長身のラスト、そこからもう勢いに乗ってしまうんで、あ、そうですね、はい、これ止めとかなきゃいけないですね。ここでまずあのそうですね、倒してまずここで、はい、勢いを一瞬止めてから、はい、これ自分も休む必要がありますでしょう。でも、はい、であとあの田村さんにはきついんですけど、はい、ここで休むとダメです。 休んじゃダメ、はい、あ、休みたいところでしょうけども、はい、休んじゃダメ。ここで休むと、ギルバートまたペース取り戻しますね。なるほど。今田村さんは相手の左腕を、肘を抱えて、自分の肩で固めようとしているしたんですけれども、はいはい、今ちょっと外れてできなかった、はい、そうです。今ポジションの探り合いになりましたね。しばらく膠着状態になりました。田村考えます。 この状態下から抱えさすと鉄砲って言って返すんですよ、はい、こいつはポンというそうです。ギルバートは、ね、はい、返すんで、はい、できるならば相手の脇の、肘より下にポジションを持っていった方がいいですね。はい、はい、そうです。こうクロスフェイスで嫌がらせて、それで相手の腕を伸ばさせて、なるほど、相手の口元もこれ、あ、動きがあまりなかったので離します。この距離を取ってブレイクの直後というのは非常に、一番怖いアイブルの瞬間かもしれません。7分過ぎました。あ、随分傷つきましたね、やっぱり ね、 そうですね、田村選手はああいう場合こうコツコツパンチ打ってですね、ブレイクさせないようにしてるんですけどね、今回それは出ませんね。このニカーというこの笑顔でですね、なんと試合前に田村さんと来ましたから ね、 そうですね、どういうあれなんでしょうか。まあ心理戦なのかもしれませんけども、いや多分何も考えてないんですよ。あ、なるほどね、はい、それはうなずけるような気がします。でないとまあこういう動きができます。田村から見送る、フォローしていきます。さらに長い距離、長い距離、いやガードしてますよ。大丈夫ですか。はい、これ危ない、これ危ない。このポジション取りがギルバートはすごいいやらしくうまいんですよ。はい、すぐに縦、なんていうね、こうブレードのかかる距離で倒れようとするんですよね。さらにギルバート、アイブル、こういう風に、これでね、はい、ブレイク誘い、はい、こうなるとブレイクするしかしょうがないんで、ただ自分で飛んでてあそこまで行っちゃいますもんね。そうです。ただこれを続けると故意に逃げてると見られてもしょうがないですね。レフェリーは和田さん、田村は時間を使います。田村はちょっとダメージも重なってまいりました。いいですね、まだセカンドアクションできますよ田村さん、はいはい、これから田村は随分ちょっとダメージを受けています。このアイブルのその無尽蔵のスタミナというのも一つ注目のところですけれども、まだ相手に試合をさせちゃダメですよね、はい、でもそれができれば誰でも勝てるんですけれども、確かに、はい、特にこのギルバス選手に関しては試合を成り立たせちゃダメですよね、はい、南郷さん、この笑いどう見ます。セコンド見てますよ。大丈夫だみたいな感じですよね、今、この状況で田村が動くことができません。それを感じ取って、俺は大丈夫だという意味なのか、あるいはやはり何も考えてないのか。ギルバートはここからあそこから攻めることができないんで、この立つことを多分考えてたんですね。なるほど、はい、そうか、ブレイク待ちをしてたんだと思います。やっぱりギルバートが怖いのは一番立ってる瞬間でしょう。そうですね、ぶつかる瞬間立って始め際、ここですね、この辺りですよね、はい、この辺り一番怖いところだ。右のクッ、危ない危ない危ない、はい、悲鳴が湧き上がります。代々木てますね、ただここから田村さんセカンドアクション、はい、田村もスピードがなくなってきています。それは当然です。第1ラウンドまもなく、9分もありました、10分になろうという中間地点。田村膝に手を当てがいます。苦しい戦いが続いている田村清、タックル、相手の右内の血はなんとかかわしました。きついですね、切られますね、こうなるとギルバートの試合になってきますね。タックルなど押し込みが効かなくなってましたね。左へ肩当たない、おお危ない、左の膝長いところにミラパーク飛んできます。ヒロフックでした、はい、一発入ってセカンドアクションで前に押し込む、はい、それがだんだん力がちょっと弱くなってきましたね。タックルが届かなくなってまいりました、はい、
ただこれはきつい、はい、シュートには入れてるんですよ、はい、王座交代なのか、このまま押し切られてしまう、右吹きありません、立ち上がりました、タックル、ダブルタックル、はい、入りました、足を離れて横四方に移行していきます、これで何をしようとしてるんですか、いや、この字はまだできないですね、サイド、はい、取ったとは言えませんか、まだ、いや、取れてるんですけれども、ここから先はもうギルバートも返すことと、あと、あの立つことも考えてますね、あ、はい、もうギルバートはこの姿勢はいいと、タカさん、バランスを返さないでよ、休んでますね、あ、何するわけでもなく、アイブル休みどころ、田村、マウスピース外してますよ、これ、はい、きついんでしょうね、だいぶね、そうですね、もうブレーク待ってますよね、ギルバートは、はい、見てもらったら分かるんですけれども、あ、休み方をこいつあのギルバートは知ってるんですよ、はいはいはい、諦めちゃダメだ、これはもう距離を取ってシュートいくんじゃなくて、はい、ちょっと危険なんですけれども、サスタックルに行った、このポジションなんですよ、ここでね、はい、もうアイブル安全圏に入ってるわけですよね、すよセーフティーゾーンで常に戦います、はい、ギルバートアイブル、こうなると要は倒した方が不利になるんですよ、それだけ労力を使ってますからね、ちょっと嫌な方で絡めてますね、試合展開が、そうですね、田村、大きな試練です、2度目の防衛戦、初防衛戦はよくカステル、今回のこのギルバートアイブル、ある意味でという、まあ、言葉的に濁したんですけども、怖い相手というのはこれ熊子さん、やっぱり最も怖い相手かもしれませんね、これね、そうですね、田村選手としては体を起こして、コツコツとパンチも入れたいんでしょうけど、もう必ず抑えてるんですよね、アイブルが、このタイトルマッチは15分です、まず1ラウンドは15分、その後2ラウンドはおっと単発5分の勝負です、田村さん、単調な単調な攻めは禁物ですよ、田村さん、はい、あー、タックルはもういけない、自分からいけない、田村ここで苦しいですね、動きは止まるのか、田村はもう動けなくなってきています、ミラパーダメだ、これで終わりか、これ入ってないです、これ入ってないです、試合終了、田村先頭続行できず、田村続行できず、沈みました、リングスチャンピオン代々木に沈没、ギルバートアイブルが新しいリングスの無差別級チャンピオンとなります、リングス無差別級チャンピオンはギルバートアイブル選手に決定いたしました、一気にトップに駆け上がりました、早くからその素材として認められておりました、注目を集めていたアイブルがなんともう早くも頂点に立ちました、いや厳しい試合でしたね、1位田村清、2位ヨークカステル、いやー、おたけびを、まさにおたけびを上げますギルバートアイブル、ジェレミーホーム、6位山本義久、熊駒さん、なんて強さでしょう、そうですね、もうなんとも言えないですね、もうまあ本当にこうなんていうんですかね、その本能ですとかその動物的って言われるんですけど、はい、研究してますよね、アイブルすごく、ね、その動きの、はい、そのものすごい躍動感の筋肉にはちゃんとか、練習があるんですよね、やっぱりね、また動きが合理的ですよね、大阪さんどうですか、はい、前回自分が戦った時と比べて、はい、今のこのアイブルというのはさらに強くなってるんでしょうかね、やっぱり、そうですね、なんていうんですかね、自分のキャパシティってものを自分でよく分かってますよね、うん、またこの、はいはいはい、それ以上のことしてないし、それ以下のことも絶対させないんですよ、はい、で新しいこのリングスのルールがまた彼にマッチしてるんじゃないですか、そうですね、いやこれ、はい、今後ですね、特に田村さんであったりとか、はい、こういう正直言って技術的なことで言うと
あの田村さんの方が間違いなく上なんですよね、はい、ただそれを殺すだけのギルバートには何かがあるっていうのはここは認めざるを得ないんですよ。ですね、はい、それが何なのか、その天性のなんか戦う本能なのか、あるいはそのパワーなのか、はい、でそれをこう打ち崩す方法っていうのをこれからやっていかないと自分も含めて、頂点に立つことはできないですね。今子さん、この無邪気さもまた怖いところですよね。そうですね、この勢いで、この勢いで試合前にロッカールームにやってきたんです、この男ギルバートアイブル。そのままの勢いでなんと頂点を奪ってしまいました。これは波乱の新シリーズ幕開け。そうですね、となりますね。本当にもう今後なんか占いのある試合ですよね。予測するような試合ですよ。これでまたアイブルの左の前腕部のタトゥーコレクション KO リストは刻まれているんですが、また1本増えたわけです。29本目、リング無差別級チャンピオンギルバート・アイブル選手、改めてコールされています。チャンピオンギルバート・アイブル、認定証が送られます。認定証の授与です。認定証、無差別級王座防衛戦認定証、ギルバート・アイブル殿、あなたはリングス無差別級王座選手権試合、国立代々木競技場体育館において熾烈なるファイトの結果、当初の輝く栄誉を勝ち得られました。よってその栄誉をたたえるとともに王座を認定いたします。平成12年9月20日ファイティングネットワークリングス代表内田家。認定賞が渡されました。リングソーランダギルバートアイブル、そしてベルトが移動いたします。このギルバートアイブルがリングス無差別級第4代王者となります。初代田村、2代目ミターゼタリエル、3代目田村、そして4代目ギルバートアイブルとなります。この選手を粉砕するのは熊子さん、どんな選手でしょうね。そうですね、まあ、やはりアイブルにこう試合をさせない選手、まあ、つまりは大変なさのようですね、はい、もう本当にもう寝転がしてくると、はい、そしたらそういう選手の手が立たせたら勝てないですね。ですね、スタンドポジションの方がもう至難の技ですね。それに加え高坂さん、ポジショニングのね、はい、うまさが自分をうまくこうバリアで張り巡らしてるんだと思いますけれど、あの辺も一つ考慮に入れて、なんとかこの真ん中で戦わないとダメですね、グラウンドでこの選手と。そうですね、はい、ただ要はそのポジショニングを あれだけ倒されてる間であったりとか、はい、そうで考える余裕があるっていうのはそこが怖いんですよ。あ、はい、別にそれだけできる選手っていうのは大して怖くないんですけれども、はい、要はその試合をしながら、はい、あれだけ極限状態にあるから余裕持ちながらやってるっていうのがね、そうですね、だからこれから今後自分であったりとか田村さんであったりとか、はい、なんとかこうテクニックをうまく使って勝とうとしている選手の大きな課題ですよね。はい、早く高坂さん、ギルバート・アイブルともう一回ね、はい、やっていただきたいと思いますが、4戦目になりますか。はい、そうですね、はい、いや熊子さん、はい、これは先ほど言いました波乱の幕開けという新シリーズになりましたね。はい、どうなってきそうですか、今シーズンは。そうですね、やっぱり若い選手、もう本当に21世紀の本当に騎士となるべきですね、はい、その格闘技の騎士となるべき選手が、本当にリングスマットで暴れていく大会になるんじゃないかと思いますね。はい、今日はですね、高坂剛選手をお迎えしてお送りしてまいりました。高坂さん、ぜひ体を早く、一日も早く万全にして、はい、ぜひ日本のこのリングスマットで戦ってください。わかりました。今日どうもありがとうございました。解説はおなじみの熊久保秀樹さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた次回お目にかかりたいと思います。ごきげんよう、さよなら。次回のリングスは6月15日木曜日、国立代々木競技場第二体育館からお送りいたします。ご期待ください。
perfect. Perfect size. I'm very proud. I'm happy. Tamura is very good on the ground. So I'm good standing. Then when I go to the ground, I'm stupid. So try to hit Tamura standing, boom, boom. Because Tamura standing on the ground, super, but standing. That's why I fight standing up. I fight Tamura, take TK. I think Tamura TK the best of range. So nobody, bring somebody, no problem.